はいどうもスタドラーです。今回はプレデター500人版知っておくべきグレーゾーンについて話していきます。版の理由はあくまで推測であって正確なものではないんですが、おそらくこうだろうなっていう話をしつつ、昨今話題のジョイトゥーキー、スチームパッド、コンバータの違いについても分かりやすく話していきます。では早速本題なんですけど、もうシーズン15を目前に備えた今、アリーナのプレデター750人の中、およそ500人ほどがバンされました。500人ってすごいですよね。まともなプレデター3分の1しかいなかったってことになります。で、そのバンの理由っていうのが、考えられるものが大きく分けて3つあって、1つが純粋なチート。これはまあ当たり前ですよね。オートエイムやウォールハックなどバトロワにもいる普通のチートで、二つ目が談合。これはあんまりバトロワにはいないんですけど、アリーナって3対3だから、一緒のタイミングにマッチを回して当たったら片方を勝たせてポイントを上げるっていうズル。これはまあ正直ゲームのシステムを変えるチートと違って、人力で頑張ったらできることだから処罰がしにくかったんですけど、あまりにも多かったためバンされました。で、3つ目、これが今回の動画の主題になってくるんですけど、ジョイトゥーキーやスチームパッドやコンバータ、まああとマクロですね。この4つはかなりややこしくて、これらの4つっていうのは空を飛んだり加速したりするみたいな、通常の人間では絶対できない動きをするっていうものじゃなくて、まあ限りなくチートに近いけど、めちゃめちゃ上振れたらその動きもできるよねっていうレベルのものを常に出し続けるもの。ゲーム側の設定をいじるんではなく、自分たちのデバイスをいじって行うものですね。で、今言ったようにこの4つって人力で頑張ればできちゃうんですよ。だからグレーゾーンって言われていて、あんまりバンとかはされてなかったんですけど、今回はそこもバンされたみたいですね。じゃあこれらの4つがそもそもどういうものなのかっていうと、まず1つ目、スチームパッド。これはスチームという iPhone でいう Apple Store みたいな、 PC のゲームを買うためのアプリで、コントローラーの入力をキーボードマウスで押しているように見せることができます。つまり手元はパッドなんだけど、特定の設定したボタンだけキーボードも扱えるみたいな。なんでキーマウゼしかできないストレイフが可能になります。これだけ聞くとかなりズルなんですけど、スチームパッドって暗黙の了解でちょっと許されてるみたいな風習があって、っていうのも弾を打ちながらのストレイフっていうのができないんですよ。ただ入力をコントローラーからキーボードにしてるだけだから、ストレイフしてる最中はキーボード入力っていう判定になってエイムアシストがかかりません。なんでできることといえば、逃げる時にストレイフしながら動いたり、オクタンのジャンプパッドで曲がれるくらいですね。これなら正直何ら普通のプレイヤーと変わりないし、なんならストレイフしてエイムアシストが外れるパッドになるんで、ちょっとマイナスみたいな。もちろんリロード中とかのストレイフは強いんですけどね。文句は言われてこなかったんですけど、なんと最近ね、スチームパッドでもストレイフしながらエイムアシストが乗る設定っていうのがあるらしくて、スチームパッドも問題視されてきてます。で、そのストレイフしながらエイムアシストが乗る設定っていうのが、次に紹介するジョイトゥーキー。これもスタイルとしてはスチームパッドと一緒で、手元でパッドを操作しながらジョイトゥーキーっていう、その変換プログラムみたいな、スチームがジョイトゥーキーになっただけです。なんで手元でパッドを動かしながらキーマーの動きができるよっていうものになるんですけど、なんとこいつはストレイフしながらエイムアシストがかかります。おそらくシステムをくぐり抜けられる何かがあるんでしょうけど、ストレイフしながらサブマシンガンとかを前段当てるっていうのはまあ基本的に無理なんで、がっつり黒って言われてます。ただ不可能ではないんですよ。キーマーの本当にうまいエイムアシストがついてるんじゃないかって言われるようなプレイヤーが、ストレイフしながらサブマシンガンを前段当てることもあるじゃないですか。だからこれをバンすると、その人もバンされることになっちゃうんですよ。
なんでほぼ黒のグレーって言われてますね。で次コンバーター、これは逆に手元はキーマウでゲームにはパッドと認識させるデバイス、キーマウにエイムアシストをつけるものですね。ただパッド入力なんでキーマウ特有のストレイフなどはできません。強みといえばキーマウにアシストが乗ってるから中距離が安定するとかなんですかね。ただ正直最近のパッドの人って本当にうまいから中距離も全然当ててくるし、禁止行為ではあるけどまあ正直どうでもいいくらいに思われてますね。これが CS だとまた話は変わってくるんですけど、 PC はコンバーター以上にジョイトゥーキーとかチートが強すぎるから、それに比べると一旦置いとかれてる感はあります。ゲーム側からしてもただパッドでプレイしてる人くらいにしか見えないしね。で最後がマクロ、これは多分パッドとキーマウ両方あるのかな、あんまり詳しくはないんですけど、銃のリコイルを消す、要はじゃあフラットラインのマクロを買いましたってなったら、フラットラインを撃ってる間マウスやスティックを動かさなくてもずっと画面が固定されてるみたいな、一つの画面を二人で操作してるっていうイメージがわかりやすいかも。片方は完全に銃のリコイル係で、もう一人がゲームプレイをする人。まあただ片方は銃のリコイルしかしてくれないんで、相手を追ったりするのはおそらく自分で頑張る必要があります。まあそれでも十分簡単にはなるけどね。でこれも言ったら人力でできるんですよ。今言ったように本当に上手い人たちはマクロ積んだ中級者よりよっぽど当ててくるしね。まあただ観戦画面でリコイルがでかい銃をずーっとまっすぐ飛ばしてたらさすがにわかります。以上がグレーゾーン4つの説明になるんですけど、そうこのグレーゾーン4つっていうのを履き違えないでほしい。この辺のズルっていうのは運営が見つけたらバンはするよーって言ってるけど、見つけんのが相当むずいやつです。グレーなんでやっていいかって言われたらそういうわけではないです。これ全部黒だろうっていう意見もわかる。自分個人としてはスチームパッドですら良くないんじゃないかと思ってるしね。ただそれ以上にチートがやばい。ウォールハックにオートエイム、それに今はいないけど加速とかね、サバ落ちに関してはもう論外です。そういう圧倒的黒がいるからこのグレーの人たちが隠れるんですよ。グレー組はめちゃめちゃ練習した人たちと同じ実力を一瞬でつけられるけど、この黒の人たちはどんなに頑張っても絶対に不可能なことを平然とやってくる。どれほど足音を聞こえやすくしたって戦闘中に敵3人の位置を正確に把握することはできないし、どれだけエイム練習をしても200メートルとか300メートルとか離れた敵にアサルトライフルをゼンダーヘッドで当てるなんてことはまあできないです。なんで頑張れば勝てるっていう可能性を残すためにも、個人的には完全黒の人たちっていうのをまずどかしてもらって、そこからグレーと戦ってもらいたいですね。ただ正直こうやって今回グレーゾーンを飛ばしてくれたのって本当にありがたいことですし、これによって減ってくれればいいなーっていうのも思うんで、ちょっとでも怪しいことはしないようにしましょう。この動画が役に立ったと思う方はチャンネル登録、高評価お願いします。では今日はこんな感じで終わっていきます。ご視聴ありがとうございました。